ということでありがとうございます。笹国さんありがとうございます。今この時間はマナさんに恋してます。お本当ですか、嬉しい。やっぱみんな恋してるんですね、とか言って。しかもこの時間だけね。この時間ありがとうございます。ということでね、皆さんなんかね、さやちゃんのねこの声を皆さん今聞いていただいてると思うんですけど、歌声も気になりませんか。はい、ということで今日はちょっとあの CD をね、うん、持ってきてもらったので、ちょっと1曲 ね、 あそうですね、聞いていただきたいと思うんですけど、何を聞いてもらいましょうか。何がいいですかね。え、何曲入りの CD なんですか。ちなみに6曲入りなんですけど。6曲入り、これは新しい CD。 新しい CD ですね。新しい CD らしいですよ。まだ販売してないんですよ実は。え、そうなの。実は販売してなくて、え、びっくり。そのワンマンが、うんうんうん、実は私もワンマンライブがあって、うん、来月の22日にあるんですけど、その時に、うんうんうん、出す CD になっているので、じゃあ皆さん先行してね、はい、先取りして聴けるみたいです今日は。嬉しい。ありがとうございます。じゃあ6曲入りの中から、じゃあ6曲入りの中から2番目の青くほろ苦くという曲を、すごいダークな曲になってるんですけど、うん、結構このアルバムのタイトルアトリエって名前をつけたんですけど、いろんなあの曲なんだろうな、こう雰囲気も違った曲を、うんうんうん、入れてるんですね。だからダーク、ちょっと恋愛、キュートではないな、ちょっとラブソングだけれどもちょっと明るい系とか、うん、いろいろそういったものを含めてアトリエでちょっとやってるんですけ ど、その中からちょっとじゃあダークの曲を、うん、今日はお届けします、はい、お願いします、はい、足音走る方向へまっすぐ
ークを聞いていただきました。皆さんいかがでしたか。ありがとうございます。なんかダークネスでしたね。ありがとうございます。すごいなんかあの本当に力強いこのピアノと歌声がめっちゃグンってくる曲でした。ありがとうございます。なんかこれはどういう曲ですか、この青くほろ苦くは。なんかこれも女性のなんか実はそうですね、女性の失恋ソングにはなってるんですけど、ね、うんうんうん、あのまあそうですね、でもこのなんだろう、ピアノの音色とかピアノの動き方とか、うんうん、そういったものが、うん、この女性の強、うんうん、まあ失恋したけど、うん、その中の強さとか、うんうん、心情を表した感じとか。そうですね、確かになんか結構テンポとかがすごい、なんかいきなりチョンってチョンってなんかおかしいけど跳ねたりする部分とか、はい、なんかわーっていきなり弾く部分とかあったから、なんかそういう波っていうかなんかがすごい。実は全部テンポ違うんですよ。あ、やっぱそうなんだ、はい、全部違います、これは。すごい。それでなんか女性のこの気持ちを表現してるみたいな感じの。あ、そうでもありますね。ねえ、すごい、うん、なるほどね。で今日はこの6曲入りの中からこのダークの部分の曲を聴いてもらったんですけど、はい、まあ、アトリエっていうことでいろんなね、そうですね、カラーの英語の曲も入ってます。お、そうなんだ、はい、めっちゃ聞きたい。そう、なんか6曲とも本当に全然違うテイストの曲が詰まったアルバム、ね、はい、アトリエになってるみたいなので、皆さんぜひね。これは販売日はいつですか。販売日は11月22日になります。うん、お、11月22日、さっき言ってたね、はい、ごめんね。はい、大丈夫です、大丈夫です。あの確認でね、11月の22日に、はい、アルバムをリリースするみたいなので、ワンマンライブもね、はい、ワンマンライブもぜひあの、はい、皆さんまだチケット大丈夫なので来てください。よろしくお願いします。はい、ぜひお願いします。はい、なんかせっかくなので、はい、もう告知も してもいいですか。告知をお願いしてもいいですか。あ、私そうそうそう、ワンマンライブのもうちょっといいですか。あ、告知？告知？そうそうそう、私のですか。なんかどこ、詳細？あ、詳細、OK です。すいませんね、ちょっとあの言葉足らずでごめんなさいね。すいません。そうですね、場所が、うん、チャタンの美浜にある、うん、デポアイランドの中にありますね、うん、あのライブハウスモッツという2階、うん、階段上がって2階にあるんですけど、はい、そちらであのさせていただきます。はい、でお時間が、会場6時半で開演が7時半になりますね。うん、チケットもあの SNS も私やってるので、サーヤで、さんずいに少ないと書いて彩るでサーヤって書くんですけど、うんうん、それで多分検索してもらったら出てくるので、はい、あのそちらでも予約と DM 待ってます。よろしくお願いします。はい、ぜひぜひ皆さんチェックしてみてください。はい、あ、なんか大塚健二さんがいい夫婦の日ですねって言ってるんですけど。そうですね、確かに覚えやすい。はい、あ、なんかさっきのね曲青くほろ苦く、はい、流してもらったんですけど、はい、ちょっと待ってくださいね。あ、笹国さんがアデルっぽい感じがするって言ってます。あ、なんか確かに、うん、アデル大好きですね。めっちゃうなずいてますね皆さん。うんうんうんって、国ちゃんさんもアデル確かにみたいな感じで言ってますね。うん、なるほどっていう。ああ、ありがとうございます。うん、嬉しいです。ぽいかもしれない。なんかこの低い声とかね。うん、はい、嬉しい。ということで、あ、ひふみさんがサーヤの漢字を載せてくれてます。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。当たってますか？当たってます。あ、当たってますよ。あ、すいません、あの紹介するのをすごい忘れて、ごめんなさい、忘れてたわけじゃなくて、あのタイミングをちょっと見計らってたんですけれども、はい、あの皆さん、ツイキャスの皆さんはね、ちょっとあの。映ってるのでお気づきかと思うんですけど、皆さんご存知のねひふみさん、今日はごくんちょ、ごくんちょさん、こんばんは、お邪魔します。イエーイ。くにちゃんさんが後ろはハイゴレーですって言って、そうです、ハイゴレー、放置プレイ。すいませんね、放置してしまってごめんなさい。ということで、なんかこのなんとね、私の土曜日ね、あさってか、はい、しあさって明日あさってしあさってかしあさってにワンマンライブがあるんですけど、サポートをそうしてくれるんですよ。サーヤさんがピアノのサポートをしてくれまして、はい、ありがとうございます。そして
ひふみさん、はい、MC の、はい、MC? 違います MC? MC します MC してくれるんですか。じゃあです僕喋ったら違うショーになるので、はい、ひふみさんも花音でそう、はい、ちょっと入ってくれるのでめちゃめちゃ楽しみですね。楽しみですね、はい、めっちゃ本当ですか本当に思ってます本当に思ってますかね。思ってるよ。そう、皆さんね、ぜひ超楽しみ、もう本当に楽しいライブになると思うのでぜひぜひ、見に来てくれると嬉しいですということで、なんか私ちゃんと聞けてますか、さあやちゃんのこと。皆さんなんか質問とかあればぜひぜひ、はい、まだ受け付けてますのでよろしくお願いします。お願いします。ということで、なんかせっかくひふみさん来てもらったんで、なんかコラボをねしたいなって思って、カホンと私がギター弾いて、さやちゃん歌で、じゃあ私歌います。いつもなんかピアノ弾き語りやってるんですけど今日ちょっとピアノはね持ってこれないので、はい、あの歌を歌ってもらいたいなと思うんですけど、皆さん聞きたいですか。イエイ、 ありがとうございますありがとうございます。嬉しいです。でなんかこうギター、うんうん、私いつもピアノで歌うから逆にすごい新鮮で、うんうんうん、嬉しいです。あ、本当に、はい、あ、でも確かにあんまり全然ないんですよ、このギターとカホンで、ギターと歌うっていうの。そうですね。そうなんだ。もうピアノ、じゃあ今日はなんで、そうですね、あ、でもなんか明日だったけど新しいことに挑戦みたいな占いで出てたからね。確かになんかあれかもしれない、もしかしたら、はい、うん、ということでひふみさんは何の曲を やるかを知らされてません、まだまだ何も聞いてないっていう。で私もちょっとあの初めて弾くのでコードを見ながら弾くので間違えたらすいませんね。その前に曲名を教えて、はい曲名はあ、じゃあさやちゃんからお願いしていいですか。はい、愛さんのハピネスを。あ、はい、やっぱりそうそうそう、ギターとカホンがあったらノリのいい曲がいいなと思って、うん、じゃあ最初はどうしましょう今打ち合わせしていいですか最初どうする、もう普通に歌詞から変える、ワン、ツー、スリー、フォーで余裕側からいきますね。そうします。すみません、今打ち合わせしてます。一回回す、回してどうなったっけ最初。あ、うん、こんな感じか。イエーイ、余裕がなくて優しくなれない、そんな時でもちゃんと分かってくれてる人がいる。周りを見渡せばいろんなドラマでも嫌なニュースだけじゃない。 No 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 本当は溢れてる、たくさんの笑顔がほらこっち向いて、イエーイ、君が笑えばこの世界中にもっともっと幸せが広がる、君が笑えば全てが良くなる、この手でその手でつながる、世界中にもっともっと幸せが広がる、君が笑えば全てが良くなる、この手でその手でつながる、やっぱ打ち合わせしないので、ごめんね。でもありがとう。いいよ。
とうございます。自分もどこでエコー入れたらいいのか。やっぱ打ち合わせしてからやりましょう。あともうちょっと、ひげみさんもせっかくだから、はい、いいですよ、いいんですか、明日の、明日、ひふみすは、はい、明日真面目な声、かっこいいです。なんか変な汗かいた。CM 明け8分半ですね。めっちゃハピネス合ってた。本当ですか、うん、声が力強いんじゃないかな。マナーモード、あやなまなのマナーモードということで、生演奏愛さんのハピネスのカバーをお届けしました。皆さんいかがでしたか。素晴らしかったです、なんか楽しかったです。なんかすいませんね、私超間違えた。間違えちゃったんですけど、なんかまたねちゃんとやりたいですね。打ち合わせなしでやるから楽しい、うん、確かに確かに確かに、それもある、その楽しさがありますよね、うん、そうですポジティブ、はい、さすが。なんかめっちゃさハピネス合ってた声がね、声がもう、そうそうそう、しっかりしてるからいいんだよな、うん、めっちゃいいね、うん、なんかギターとも合う、なんかこのかっこいい系の、なんだろう、楽しかったです。やっぱギター弾みがあるじゃないですか、カモも入ってるので、ピアノがね、なんかやっぱり弾みっていうのがないので、うんうん、やっぱり歌いが心地いいですね。あ、本当に歌がすごく、よかった、はい、そっかそっか、はい、なんかツイキャスのメッセージもみんな拍手してますね、ありがとうございます、拍手パチ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 ということで、あ、台湾里吉さんが四万十の宝の内縄口バージョンをお願いしますって言ってますね。お、四万十の宝の内縄口バージョンわかる？僕が生まれたこの島のを内縄口バージョンがあるのかな。ちょっと聞いたことあるようなないような。聞いてみますね。今度さやちゃんが来た時に歌いましょう、じゃあ一緒にね。そうですね。はい。大塚健二さんが今度はひふみさんの番組に二人を呼ぶのはどうですかねって。いいですよ。いいんですか。じゃあ僕さやちゃん来る話したんだよね。そう。いつだっけ。タイミングよく。まだ決まってなかった。11月。うん。14日とか14日って言いました。気がするですね。じゃあ14日。気がする。14日もう今メモりますよ。メモ、はい。はい。11月の14日に、こんな感じで、こんな感じでいつも決めてます。そう、出るみたいなので、お、楽しみですね。嬉しい。今のもあのギャラリーにちょっとじゃあ、行っとこうかな。ギャラリーはうちの番組入れるので。お、さやちゃんあのほら、はい、あっちに今人たちがいるさ、はいはいはい、ギャラリーが、はい、あっちで見てるでしょ、はい、僕の番組はこっちに入れるんですみんな。あ、そうなんですか、はい、面白い。あの画面には映らないようなところで声だけもらったりしてガヤガヤさせてます、うんうん、なるほど、バーっぽくなるので。そう、面白い、覚悟してください。覚悟してください。確かに。そうなんです、はい、でしょうか、決まりました、はい、ありがとうございます。そう、なんか毎週水曜日じゃない、間違えました。毎週木曜日の9時から、はい、9時から2時間ですよ。2時間番組やってまして、はいはい、そう、私も最近出させてもらったんですけど、そうなんですよ、めっちゃ楽しいですよ。そう、楽しいから、楽しいですよ、うん、ひふみさんおしゃべりだからもう2時間余裕ですよね。足りないですね。足りない。素晴らしすぎる。さすがですね。あ、武蔵さんもとても素晴らしかったです、ありがとうございます、言ってくれてますね。クイちゃんさん決まりですねって、お、じゃあ見てくれるですね、うん、ということは。14日もそうなんですけど、今度土曜日みんな来てくださいよ。土曜日、あー、そうそうそう、あなたのライブよ。そうなんですよ。何かなって顔したでしょ。そう、あさっての土曜日のねライブ、そう、まだ大丈夫ですよ。なのでぜひぜひよろしくお願いします、うん、皆さん限定40席だ。そうなんですよ、だよね、うん、あとちょっとなんですよ。だからもうね、この際全部ね埋めたいので、ぜひ、はい、ぜひぜひよろしくお願いします皆さん、はい、あ、アマートコレイニーさんこんばんは、今来ましたって、お、嬉しい、来てくれてありがとうございます。今日はマンマンライブね、この3人でそうお届け、あ、ずっといるわけじゃない、まあ、ずっといるわけではないんですけど、私がねこの弾き語りでいつものスタイルでやったりだとか、まあ、あのさやちゃんにちょっとねピアノをサポートしてもらったりとか、僕カホン担いでよくからカホン担いで何するんですか、下からかみてに
歩くだけ歩くだけ意味あるかな殺されるな、みのるさん。はい、なんかそう、ね、すごい楽しい、楽しみですね。楽しみですね、なんかね、はい、いろいろ今日も今からね、なん、うん、あの、ね、リハーサルなんですよ、今から。練習してきます。そうそうそう、楽しみですね。はい、ちょっとお腹空きましたね。とか言って。天ぷらありますあっち。あ、そっか。目が輝く。さやちゃんもなんか待て、もうちょっと時間あるから、さやちゃんせっかくゲストで来てるから、うん、なんね、好きな食べ物なんですか。好きな食べ物。いきなり聞くっていう。私逆に、うん、嫌いな食べ物言っていいですか。なんでなんで好きな食べ物聞いてるのに。なんでかって言ったら、うん、ほとんど好きなんですよ。え、嫌い、そうなんだ、もう嫌いなのが好きなの。嫌いなものが、うん、ある、絶対食べれないのがあって。なんで、ね、あの明太子。え、なんで、美味しいのに。食べれなくて。そうなんだ、はい、え、見た目がとかじゃなくて味が。味がですね、ねえ、ちょっとしょっぱいんだ。いや、しょっぱいのまた大好きなんですけど、ちょっと生臭い感じ。生臭い。あー、わかる、ちょっと生臭い感じ。え、でも美味しい明太子は生臭くないよ、絶対。そうなんですか、わかんないけど。いや、あの人だけど、あの人データから食べてるの。違う違う、データ食べてる。やばい、やばい。違うよ。博多明太子とか美味しいじゃないですか。まあね、でも私もウニが無理なんですよ。あ、ウニはもうどんな新鮮なものでも、新鮮なものでも、うん、無理だったから、ね、もう無理。どっちも好きです。いいふみさん、さすがですね。もう好きそうな顔してますもん。どんな顔。何でもいけますみたいな。田山里吉さんがナーベーラー嫌いって言ってるんですけど、どうですか、ナーベーラー。わかる、ヘチマ。あ、ヘチマか、うん、ナーベーラーなんだっけ。ヘチマは大好きです。あ、そうなんだ。おばあちゃんが昔よくお家で、あの、うんうん、庭に作ってて、うん、それをよく食べてました。へえ、うん、今はちょっと引っ越しちゃったんですけど、ナーベーラーまだあんまり好きじゃないんだよな。そうなんですか、はい、あの、あれがちょっとよくわからないです、うん、あの、すき焼きとかで生卵入れる日、うん、すき焼き、すき焼きに生卵を、うん、え、なんで生卵入れるでしょう。溶くっていうのをやって、うん、つけるじゃない、つけて食べるのが意味がわからない。それがすき焼きってもんなんですよ。すごいね、わかんないけど。わかんないけど、それがすき焼きなんです。アマトグレニーさん、好きな食べ物は広島のお好み焼きです。うまいな。今から柿も美味しい季節です。あ、美味しそう。柿うまいな。絶対美味しい。いいな。松川健二さん、ヤギ汁はいけるんですか。あ、ヤギ汁大丈夫です、うん、お、さすがだ。すごいな、食わず嫌いなんですよ、ヒージャー。誰が食わず嫌い。はい、私です。匂いでちょっと無理ってなって、食べたことなくて、まだ挑戦できてなくて。思い出すんですか、やっぱりこのヤギさんの。そう、なんかヤギの姿をちょっと、わかります、わかります。うん、って考えたら牛とか。わかります、わかりますって言って美味しいんでしょ。そうなんですよ。てか、なんか謎のね、ちょっと最後食べ物の話になっちゃって、うん、じゃあ、はい、大塚健二さんが生卵、うん、あれはダメですよねって。お、もしかして気が合うんじゃない。ダメですよね、やっぱり。気が合うんじゃないですか。私もちょっとダメなんですよ。はい、全然拾ってもらえなかったけど、はい、なんだよ。わからん、もうなんか。なんてたの今。いや、なんでもないです。やっぱあの、ちょっとなんか言ったんですけど、全然拾ってもらえなかったので、やっぱ全然聞こえなかった。スルーしてください、皆さん。生卵みたいな顔してる。ということで、はい、お楽しみいただいた学ぶほど早いものでお別れの時間です、はい、来週もぜひ楽しみにしていてください、はい、今日のゲストはピアノ弾き語りシンガーさあやちゃんとマスターごくんちょでした。マスターごくんちょでした。そしてあげのまなでした。皆さん、また来週土曜日来てくださいよ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ツイキャス、今の後半の部分保存しててほしいです。あ、OK です。ちょっと回線悪くて YouTube 途中で途切れちゃって。マジっすか。あ、サウロお兄さんで来た瞬間終わりましたね。サウロさん来た。ルン、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 ありがとうございます。スペインさんもありがとうございます。シュガーさんもありがとうございます。ケンちゃんさんも、スカケンさんも、皆さんありがとうございました。みんな